昔ながらの和の心を大切に毎週部活に励んでいます。3年間の部活の中で茶道という日本文化に親しんでしっかり引き継いでいけるように頑張っていきたいと思います。今まで通りいっぱいお客さんを呼んでもっと活気のある歌会をしたいです。